中国の習近平国家主席とドイツのオラフ・ショルツ首相が北京で会談しました。習主席は変革と混乱の時期こそ協力すべきだと述べ、関係の強化を訴えました。ショルツ首相は4日、2020年の新型コロナ流行以降初めて G7 主要7カ国の首脳として中国を訪れました。中国国営の新華社通信などによりますと、習主席は首脳会談で国際情勢は複雑に変化しているとの認識を示した上で、両国が変革と混乱の時期こそ協力すべきだと強調しました。またアメリカを念頭に中国とヨーロッパの関係が第三者に制限されてはならないと指摘しました。一方、ショルツ首相は経済や投資分野での協力をさらに発展させたいと述べました。両首脳はウクライナ問題について核兵器の使用や脅しに反対するとしています。